全世界待望のシリーズ最新作パイレーツオブカリビアン命の泉ジャパンプレミアを開催したいと思います。それでは今日はたくさんのパイレーツオブカリビアンファンのゲストの皆さんが来てくださってます。西城秀樹さんです。どうぞ。どうも、じゃあキース・リチャーズね、はい、彼がお父さん役やったっていうのはすごいなんかかなり印象的でしたね。今回の命の泉でもキース・リチャーズ出てます。出てますか。はい、それが結構楽しみですね。それでは後ろのこの、はい、横断幕に、はいはい、メッセージを書いていただきたいと思います。心は一つということで、これ多分皆さん同じね気持ちだと思うんですけど、それを書いて送りたいと思います。女優の釈由美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ネックレスもとても素敵なんですけれども、はい、こちらはあの前回のワールドエンドの時のイベントでつけさせていただいて、世界に一つと言われているブラックパール、ジャックスパローが乗っているブラックパール号にちなんでブラックパールをまた本日もつけてまいりました。女優の前田美波里さんです。そして同じ事務所の後輩の金子昇さんです。どうぞ。どうも。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。私はねやっぱりジョニー・ディップのなんとなく毒のある色気、うん、もう、はい、あれを見るとねたまらないんですよ、はい、どっかちょっとこうセクシーね、彼もセクシーでしょ。そうなんですよね。ご一緒したの、はい、横山めぐみさんです。ここにバラがついてるのがポイントですかね、うん、かわいいです。でもちょっとサイズが合わなくて自分であのお裁縫してちょっと縫ったりしてから来ましたマリアンさんとモデルのエリカさんです。なんて素敵。どっちとか言って、いやお二人ともそんな土屋アンナさんです。どうぞ。あ、どうも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 ジョニーデップかっこいいからね。かっこいいよね。あんなメイクされてみ隣でたまんないね。たまんない。でも英語わかる？若干。何書きたい？パワー。あ、はい、 W。 W ハーフだよね。ハーフ、ハーフ。アンナちゃんもハーフじゃん。そうなのよいいね。パワーパワー。はい、皆さんご一緒にパワー。それがちゃんと言ってくれたから松崎優希さんです。どうぞ。はい、あ、よろしくお願いします。どうも。オーディションという形だったんですかね。いや、実は今回はオーディション受けてないんです。え、じゃあなんで選ばれたんですか。いや、あの、ある日電話がかかってきたんです、はい、でパイレーツオブカリビアンに出ませんかっていやいやいや、そんなに大きい役じゃないよ。でしかも撮影6ヶ月間もあるよって言われたんですはい、いや全然いいですはい、言ったんですね。そしたらじゃあよろしくお願いします、それだけです。で6ヶ月間セットにいて、はい、はい、ジョニー・デップさんと、はい、うわー、ちょっとどんな人いやもうなんというか俳優一人一人のところに行って手を握って目を見ておはようって言うんです。すっごいですよね。すごいです。それはスーパースターですよ。だって、日本語の字が下手くそなんで英語で書きますよ。あ、はいはい、Thank you world will rise again。 ありがとう世界、私たちはまた立ち直りますって感じですか。はい、ね、The country of the rising sun ですよね、日本はね、はい、だからね、いいメッセージですね、はい、ありがとうございます。それは楽しんでください。はい、ありがとうございます、はい、頑張ってくださいね。ありがとうございました。さあ、以上をもちましてパイレーツオブカリビアン命の泉ジャパンプレミアレッドカーペットイベントを終了とさせていただきます。お付き合いありがとうございました。どうもありがとうございました。